ジャック・コンウェイは、アメリカ合衆国の映画監督、俳優、映画プロデューサーである。メトロゴールドウィン・メイヤー発のトーキー、共闘、バレンタインを監督した。本名ヒュー・ライアン・コンウェイ、ジョン・コンウェイとも名乗った。1887年7月17日、アメリカ合衆国のミネソタ州、グレースビルに生まれる。ヒュー・ライアン・コンウェイの最初のキャリアは、舞台俳優であった。 万22歳となる1909年 D.W. グリフィスの女子となる。1913年映画監督に昇進する。その後もグリフィスの監督した映画国民の創生やイントレランスの助監督を務めている。1928年メトロゴールドウィンメイヤー製作配給による同社初のトーキー、共闘、バレンタインの監督を務める。同作は 1920年にエドマンド・モーティマーとアーサー・リップリーが共同監督したサイレント映画バレンタインのリメイクである。1934年監督作のキケツ・パンチオが第2回ベネツィア国際映画祭でムッソリーニ・杯にノミネートされてコンペティション上映され特別賞を受賞した。百五十二年十月十一日カリフォルニア州ロサンゼルス郡 パシフィック・パリセーズで死去した、万65歳ボーツ、同州グレンデールのフォレストローンメモリアルパークに眠る。映画産業への貢献により、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームの星を、バインガイ1500番地に刻む。特筆以外はすべて監督作。ありがとうございます。